あ、死んでた。良いなぁ、よし。雪姫さん、エスター靴を。はい、ゆっくりお帰り。なんかめっちゃ強い。レベル99にしてもこんな強いもんね。雪姫さん、今お風呂出た。あ、お帰り。めっちゃ強い、エスター靴。何回攻撃してくるかな。すぐ消されるし。コーダテレビさん、梅カツオ、わら。梅カツオ？雪姫さん、懐かしい、わら。うわ、強いわ。もよもともよとさん、ミラーシールドがあれば。村本さん、こんにちは。ミラーシールドあるのかな。めっちゃ強い。雪姫さん、コーダちゃんいたんかい。わら。余裕かなと思ったけど、全然そんなことないな。あ、いけるぞ。忍者の石をたまたまドロップしたもんで助かったけど。もよもともよとさん、4世界の敵でミラーシールドドロップあり、イカ役。あ、そうなんだ。へえ。すぐがまん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 ってやるのにな。雪姫さん、やまびこのなんたらなえん。やまびこはもっとらんね。あるかどうか知らんけど。分解攻撃だもんね。雪姫さん、あれ、4か5か、わら。2回攻撃するやつだな。50速度じゃこれ勝てんね。雪姫さん、8回逃げるとか、わらわら。めっちゃ食らったし。もよもともよとさん、はぐれ装備とミラーシールドが4世界の一番、イカ役。はぐれメタルの剣とね、はぐれメタルの盾が出てるね、確か。なんかレベル上げしてたら。ミラーシールドは出てないの。あれ、ダブルでしたっけ。天使も武闘家も魔法使えるようにしといてよかったな。雪姫さん、会心の一撃祭りないんかねえ、わら。あれ、分でしたら出るかもしれん。ええな、先にやっちゃったか。うわぁ、8人取ったこれ。あ、そうか、1人死んだもんね、聞いてねえのか。できると。
邪魔さん、通知が来なかった。あ、消えた。あ、ふみちゃまおかえり。通知来なかったの？なんかね、先に予約しとったからかもしんない。予約っちゅうか、なんかもうあとボタン、ワンボタンで配信できるようにしといて止めといたもんで。これ武闘家とね、戦士呪文使えるようにして大正解だ。あと髪が全然足りなかった。ゆきひめさん、ふみちゃまおかえり。いやね、種9万8000ゴールド一つ、もうあるって買ったけど、これ50レベルとかじゃ絶対勝てんわ。竜王と指導はそんなに強くはなかったんだけどね。ふみちゃまさん、ゆきひめの逃げる8回クソワロタ、わら。4吉田正義さん、初コメです。頑張れー。あ、吉田さんこんにちは、ありがとうございます、コメント。あ、どうするか。まあ、ゆきひめさん、あったよね昔、わら。めっちゃ生命あるんだけど、これ生命いくつあるのかね。カウントするし、私4のファミコンの頃さ、8回逃げるってやるとずっと開始になるよ。まあ、まだ死んじゃったのか。すげえな、スターク。あ、うわ、突き取るか。賢者の石3つゲット、2つゲットしたのか、1つは拾って倒した。これ倒した後もう何もないんだよね。もよもとさん、おめでとうございます。ありがとうございます。